こちらは鹿児島市のレンタルスペースです。高齢者にメイクとネイルを楽しんでもらうイベントが行われました。企画をしたのは鹿児島介護美容協会です。代表の江野泉さんは化粧品会社に10年以上勤務。今年6月協会を作り、美容を通して高齢者の心身をサポートする介護美容を行っています。普段美容に関わることが少ないご年配の方が綺麗になっていただくことで、自分に自信を持っていただいたり、新しい行動につなげていただけると嬉しいなと思っています。メイクとネイルを体験した人は、綺麗を感じるだけではなく前向きな気分になっているようでした。最後仕上がって綺麗になっていただいたときに、ご自身を見られて驚いた表情とか喜ばれる表情を見たときにやりがいを感じます。鹿児島介護美容協会は今後も介護美容を広めるためイベントを行うということです。